どうも、エル歌舞伎のエル宇田です。はい、どうも、デロニア石です。ということでね、はい、ロバート秋山隆二を大ブレイクさせた、はい、梅宮達夫さんの男気というこれ記事になってるんですけども、確かに育ての親みたいな、かなと思ったら、まあ、この記事によるとですね、秋山さんが、まあ、芸人として悩んでいた時に、まあ、それを書き消すきっかけとなったのが、梅宮さんの写真を使った体モノマネだったんですということで、いやあれはね、初めて見た時衝撃だったね、いや衝撃だったんですけど、ヘイタクちゃんさんの口モノマネ以来のいや確かに顎モノマネ、顎モノマネありましたね、うわーと思ったね、で、まあこの仕事、つまりそのネタを作ったことで秋山さんすごい仕事がこう増加していって、爆笑レッドカーペットなどで注目され現在のブレイクにつながりましたという、はい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 、まあロバートさん何回ブレイクしてんだっていう、まあね、そこの衝撃もあるんだけど、それはね、それね、跳ねるの扉を見てないやつが書いたのか、馬場さんが髪の毛緑だった時代のワーキャーを俺実際見てますからすごかったよ、ピアスの時のね、 あるんですけど、なるほど、はい、でね、名古屋でロバートさんがやっている番組に梅宮さんがスペシャルゲストとして来ることになったと、でその時には、写真を使う許可を事務所を通して取ってはいたけども、半年ぐらいネタを続けていたが、梅宮さんになかなか挨拶する機会がなかったと、直接のお許しは得てなかった、得てなかったと、だから僕らがマセキの浅草キッドですって言ってた時の玉袋さん的なね、まあそういうこともあったんですけども、で、梅宮さんになかなか挨拶ができなかったと、はい、でスペシャルゲストとして来てくれることになった時に、恐る恐る楽屋に挨拶に行ったと、そうすると挨拶すると、お前か、俺の顔を使ってるのはと、はい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 、硬直しながらはいと言うと、俺は何が面白いんだか分かんないんだけど、かっこ笑い、はい、やるんだったら中途半端じゃなく突き詰めろよ、そのためには俺のどんな写真でも使っていいし、おクラウディアの写真でも何でも使っていいからクラウディアさん使ったバージョン見たことないっすね、まだ。俺に関することは何をどうやってもいいから、ちゃんとした芸をやれよと熱い言葉を言っていただきました。かっこいいね、すげえかっこいいよね、かっこいいね、梅宮さん、すごい。かっこいい話、いい話、いい話なんですけど、なんかね、昔のね、ヤクザも人形もんのやつだったらね、梅宮さんやっぱチャッと見るけどいいもんね。あ、そうですか、やっぱ素晴らしい。仁義の墓場ってやつは見てほしいね。あ、それは梅宮達夫さんが出てますね。面白いんだよ、ね、これ。ぜひね、まあ、皆さん見てください、これは。まあね、見たいなと思うんですけども、まだね、この変なね、ニュースの見出しつけるのやめてほしいですね。なんですか？一個ありますよ。羽賀健二には勧めない。梅宮達夫さん、元気のもとは5万円漢方薬とかね。そんなね、バズらせようとしてんじゃないよ、みたいな。なんでそういう関連動画で、ね、関連記事。関連記事で、ね、記事でありました。出てきますけども。なんなんだ？そしてね、昨日ここで取り扱ったね、山本アーセンがね、怒ったかんな、許さないかんな、殺すかんなとつぶやいたと、山本アーセン選手が、うちのガヤ見てるんじゃないかっていう話をしたんで、まあ昨日のやつ配信聞いてない人聞いてほしいんですけど、これちょっとね、謝罪しなきゃいけなくて、何、山本アーセンじゃなくて、山本サーセンがつぶやいてました。サーセンって誰だよ、すみません。でサーセンって誰、山本サーセンですね、サーセン。でその下に、マジすいません本物じゃないですって書いてたすげーバズってた上に、あーなんだろ、フリをしてたってこと、その人っていうか、もともとそれでやってんだね、ずっとね、モノマネっていうか、モノマネなんかパロってるっていうか、パロディーみたいな、アカウント作ってやったわけ、まあそれはね、俺がね、山本アーセン選手が、で、そのまあ、このカンナ3連発というのは橋本環奈さんのギャグで、うちのガヤがすいませんって番組ですごいフィーチャーされたから、山本アーセンうちのガヤ見てるんじゃないかっていうオチをつけたんだけど、山本アーセン多分うちのガヤ見てません。いやいやそれ分かんねえだろ。いやね、確かテレビないのよ。なんで見てる見てないの2つしかねえんだ。いや俺ね、見てないと思う。でこれね、なんで謝罪させてほしいんだけど、なぜ俺が間違ったかっていうと、その山本サーセンの怒ったカンナ許さないカンナ殺すカンナの一番最初にリップ送ってたのが、柔術界の大物関根シュレック秀樹さんだったそれ違うカンナってつぶやいてて、あ、はいはいはい、俺それでね、いやそれは本物だろと思っちゃってね。あ、見間違えたのね、あなたが。山本サーセン、あとサオ、あとサオも見間違えてましたね。あら、ちょっとね、アカウント自体は何、じゃあ全然別人ってことか。別人ですね、本物じゃないですって書いてるんで。あ、山本アーセンはインスタグラムしかやってないです。いや、そういうことですね、インスタもやってるね。あ、すごいね。でもね、インスタグラムがね、やっぱこう世界的には今インスタグラムで、今業界とかでもインスタやんないやつバカって言われてるらしいね。ああ、そうなんだ。芸能人とかで、へえ、ちょっとね、俺下手したらインスタやっちゃう、インスタやるかもしれないです。芸能人じゃないだろう、もしかしたら。芸能人じゃないだろう。いやでもこう広めていく活動するやつがインスタやってないって意味はあんのかみたいな、なるほどね、ね、言われてる。ツイッターは日本がやっぱ多いとかね、はいはいはい、そういうまあまあ、はい、だってそうよ、だってリカコさんもね、インスタ用に写真撮ってましたから、まあ、高俊さんと一緒に旅してる時にね、はい、まあね、そういうことが、
あったんですけれども、山本サーセンさんに間違えたことを謝らせてください。どうもサーセン、ね、はい、ありがとうございました。完全に俺の声が響きましたけどもね、はい、そうですね、そういったことでございます。そしてね、すごいやつ来たんですね、うん、そう、うん、響きさんね、響きさんの小林さんね、はい、あの学ランのですよね。今年の漢字は何に決まったか知ってましたか？今年の漢字、京都清水寺で発表。あ、なんか発表する事前みたいのは、はい、バイキングでやってましたね。やってましたか。何になったかは私は知らん。今年の漢字は、うん、レイですね。レイ、令和のレイ。あ、令和のレイね。そうです。あ、なんか俺ギボアイコさんの特番やったかなと思って。いや違いますよ、もう今その心霊番組とかなかなか BPO 的にやりづらいんだから今 ないんですよ。令和のレイに決まった。まあまあまあ、そうなっちゃうのかな。これが、清水寺で発表されたということで、あの坊主が書くやつはロペッと、うん、そうなんですけど、大きくね、レイ、これはね、うん、ちょっとその、うん、清水圭さんの闇営業ブログ削除騒動みたいのがあったんで、うん、一瞬清水レイって読みたくなっちゃうね。清水寺でレイ発表っていうのは、ああ、そんなことをね。なるほどね、レイになったの、うん、レイになったということで考えました、うんうんうん、そして、はい、伊達直人と仲間たち名乗り出る、おお、図書カード送って9年、うん、岩田の幼稚園長らという、幼稚園の園長先生がやったの、うん、まあ、伊達直人って全国に多分いっぱいいるんだ いっぱいいるよ、ね、タイガーマスクの漫画、タイガーマスクの、出てくる主人公伊達直人を名乗って慈善活動をする人っていっぱいいる。で、昨日もここで扱ったのは、それこそ20年前とかもあったよ。あった、なんかそのニュースは覚えてなかった。あの現金をどっか養護施設に送ったり、昨日は扱ったのは山形でランドセル6個送ったとか、うん、6個だかな、はいはいはい、で今回のは2011年から毎年静岡県磐田市に、うん、伊達直人と仲間たちと名乗って、うん、図書カードを送り続けた男性が、うん、10日市役所で、市長と面会し、うん、名前や顔を公表したという。へえー、この方、ザコウジアキラさん、61歳。ザコウジ、はい、珍しい名字だよね。だからもうこれたまに言われちゃいますよ、うん、お前ザコウジだろってね、平田だろじゃなくて、ザコウジって珍しいね、初めて聞いた。珍しいですよ、うん、ちなみにさっき出てきて言ったね、あの心霊のね、番組でおなじみだった織田無道さんの勤めてたお寺の名前は円光寺、ザ円光寺です。いや、ザ円光寺です。俺たちが単独ライブやるとかザ高円寺、ややこしいな、ね、いろいろあるから、はぁ、ね、ザコウジさん、図書カードを送っていたと。名乗り出たのかな。なんかね、あ、手紙を読んだ市長が感謝の気持ちをあって伝えたいと報道を通じて面会を呼びかけていたと、うん、あ、そしたら出てきてくれたと。そしたら、出てきてくれたというね。市長が会いたいという報道に接し、心の底から嬉しかった、うん、名乗り出るか悩んでいた時、あ、他のね、他の伊達直人が名乗ったっていうニュースを読んで、うん、自分たちの思いが多くの人に伝わるならと決断したと。あ、はいはいはい、これでタイガーマスクが日本中に増えるかもしれないということで、まあ、そういうことだね、やったと。へえ、本当ですよ、すごいね、こういう奇特な人もいるもんだね。いや、まあね、素晴らしいよね。素晴らしいと思いますよ。ジョーカーが流行ってますけどね。ジョーカー流行ってますけど、うん、タイガーマスク流行らせましょうよ、日本では。本当に。まあそうだな。こっちの方がいいじゃないですか。こっちの方がいいわな。うん、そうした方がいいよな。あとはね、うん、安藤夏、はい、家にたこ焼き器が5台。ということで。まあ、たこ焼き好きだもんね。うん、まあこれを、はい、たこ焼き器をその旦那さん結婚したから、うん、1、2台減らさないかと言われたんだけど、たこ焼きとの絆は切っても切れないということで、うん、あ、なるほど、やっぱ、うん、染みついたやつあんのかね。どうなんだろうね、味が染みついてる鉄板。まあ俺言いたいのはね、うん、そんなに芸能界で売れたって自慢してえのかってこと。たこ焼き5台もね。いやいやいや、それ何だっていいだろう。俺1台も持ってないもん、たこ焼き器なんか。まあ確かにな、うん、そうだな、ボロボロになったフライパン買い替えろな、うん、そうよ、たこ焼き器だな。たこ焼き器5台持てってね。いや、あの、うん、なっちゃん、あの、うん、あの売れる前からたこ焼き器持ってるから、うん、そっか。でもそれが5台になったってことでしょ。まあまあまあね。だからあれだね、ホームパーティー的にやっぱ人が増えててんだね。タコパですよ、タコパ。うん、ね、またね、そうそう、なっちゃんのね、すごいんだって、あのこだわりがすごくて、うん、なんか焼くときには、うん、なんかこうくエアコンで夏とかやるときも、うん、エアコンでたこ焼きが冷えんのが嫌だとか言ってて、うん、エアコン切ってやるとか、うん、そういうもうこだわりがありますね。熱の入れよう。いや、うん、なっちゃんが、まあ、なっちゃんの体型でエアコン切るという、お祭りのたこ焼き屋よりこだわってますよ、うん、本当にね、え、まあ、そういうね、はい、ことなんですよ。すごいな、うんうん、ということでね、はい、小柳ルミ子、はい、シャネルのミニスーツ姿を披露、大人かわいい、スタイルいいの声っていうのはですね。
小柳ルミ子さん、ちょいちょい記事になりますね。小柳ルミ子さんがすごいですね。ピンクの、うん、上下スーツ、ミニスカートにピンクのハイロングブーツ。いや、林家パーさんじゃないですか。いや、パーさんじゃないですか。もうね、かっこいいし綺麗だし。だから本当にね、小柳ルミ子さん、刺繍も多分治ってますから。その血で染まったピンクじゃないですか、うん、いや違いますよ。小柳ルミ子の刺繍病、小倉優子の夫が治療って面白い見出しあったけど、はい、それをね、うん、なんかちゃんと治療もして綺麗になっていく。なるほどね。それ嬉しいな。ステップアップはまだしていくと。ステップアップはしていくし、うん、小柳ルミ子があのピンクのシャネルのミニヒロを、うん、僕はそれあの URL 貼っつけてツイートして、まあ、今ゼロいいねなんだけど、うん、その次につぶやいたやつが浜崎あゆみ、うん、パーカー姿のお座りショット公開に反響、めちゃ可愛い最高なんですけど、はい、これどっちも今のところゼロいいねなんで。皆さんね、もっといやいやなんだよ、僕が紹介してる有益なニュースにもっと目を通してほしい。おしゃれに興味ないんだよ、お前のフォロワーが。あー、わかる？ファッションのね。ファッションには興味ないんですよ。わかった、俺インスタ始めて お前らに教育してってやるわ。俺の秋冬定番のロンティーの上に好きなプロレス半袖 T シャツ重ね着スタイル。よく見る。高校生みてえだよ、うん、大学生ぐらいがね、大体やるという。島村でよく売ってるセットみたいな。島村ね、はいはい、売ってるセットファッションセンター島村。まあね、それはまあこれ1枚なの、2枚じゃなくて1枚なのっていうさ、うん、ファッションセンター島村でやってるってことはもうかなり、うん、最先端おしゃれですから、うん、ということでね、はい、16歳環境少女、うん、グレタさん、まさかの130歳だった説っていうのがね、今ツイッターで各所でバズってますから。いやだから、うん、特大ホームラン打ったよね、トースカさん、ね、ついに。だから今日ね、ダースレーダーさんと僕ら3人でやってる配信が、うん、21時から配信されてますんで、そちらの方でもこれ扱ってますんで、はい、よかったら、はい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。お願いします、ということでね、はい、明日12月13日金曜日で、はい、ザ・高円寺2で L 歌舞伎単独ライブ、年に一度の年間実話というのがあります、はい、でありがたいことに満席になりまして、ありがとうございます。18時半会場、19時開演なんですけども、はい、ちょっと席が混雑してしまって公演が押してしまうっていう可能性がありますので、はい、可能な方は18時半会場からちょっと皆さん並んでいただいて、お願いしますね。で受付はスムーズに行って皆さん席についてもらえると、はい、そうなんですよ、いいかなと。やっぱ会場のね、うん、やっぱね延長料がね、はいはい、気になりますから。いや延長料そんなに生々しい話、ね、お願いしますよ皆さん、ね、でつまんなかった場合には、うん、たくさんの座布団をステージ上に投げ入れてください。あと空き缶、はい、生卵など、まあね、まあまあまあ、施設の人に怒られやいいけど、そうそう、区の施設の人には怒られるかもしれませんが、うん、まあ、それを俺ら、うん、受ける覚悟がありますんで。ね、はい、まあそんなところですね、うん、明日ね、ザ・円光寺じゃないですからね、ザ・高円寺ですから、お願いします、間違いないように来てください、といったところで、また明日お聞きなさってください、お待ちしてます。